本当にそのまま始めてる。あ、コメント出ないよって言ってる。やっぱ生きてんだけど出てます、コメント、出てます、出てます、コメント。今日はリモート出演でやってまいりました。はい、どうも。 YouTube とかで見てくれてたんですかね、皆さん。どうも、こんばんは、こんばんは、こんばんは。 V、そのノリで始めてみましたが、イエイ。そう、なんかもう声変えるのはね、自分ダメなんですよ、本当にダメなのよ、難しいこれの声なんで、そのまま終わりました。そう、なんかいつもね、やっぱお家いる時って自分基本メイクしないし、プライベートもあんましないんですよ、メイク。お仕事の時にしてるんです。目描こう、特にしてないと思います。なんかそういう機能ついてんのかな、エフェクトであるんですか。あ、瞳、これかな、なんだ、え、これエフェクトの目のやつ、なんかオフにしたよ、全部。私が輝いてるんだな、オッケー。分からん、これ以上どうすれば治るんだろう、分かんない。そんなキラキラしてる、ありがとうございます。ここにスマホ置いてるからかな。いや違うわ、なんだろう、分かんないけど、まあ何でもいいでしょう。こんばんは、そう、今日13周年のその配信があったので、そう、まあ今日も輝いてますねってことでよろしくお願いします知らんけど、知らんけど、はい。今日はね、それで急いで自宅へ帰ってきました。そう、オールナイトニッポン昨日やらせてもらって、終わって寝て、今日これでした。そう、ねえ、楽しかったかな、だったらいいな。服はね、塩白、あれ、あかねさんのコラボ T シャツみたいなのを実はずっと着てました。あんま見えなかったけど、多分着てました。これでした。実はそう、タグがついてる、かわいいよね。イエイ。そう、これちょっとオシャンティーみたいなそう、でも ANN はまあまあ元からね、多分決まってた系のやつ、スタッフさんも続けられるなら続けたいですって、まあお世辞か本音か分かんないですけど言ってくださって、いや本当にこのコーナーというかこの番組のためだけに来てくださいぐらい言ってくれたので、本当にありがたいなって思いながら、うん、無事終わることができたので良かったです。本当に無事終わったので。でもこのラジオ自体、あのラジオ自体、もともとその出演人数的にもやっぱなんかマネージャーさんも出演人数増やすか増やさないか話とかもスタッフさんとかとしてくださってて、実はでもやっぱそのあのラジオあんま人数増やしちゃうと、その SKE の番組であったその SKE ファンの人以外も聞いてもらいたいラジオだから、その分かんなくなっちゃうっていう、声がいっぱい増えるとっていうので、やっぱ人数的にも3人かなっておっしゃってて、あれ以上増やすこともできない一枠をずっとその私でちょっと使ってしまうというか、出させてもらうってすごい、本当に本当にすごいことだなと思うので、あくまであれ SKE のお仕事ですからね、自分のお仕事っていうわけじゃなくて、本当にありがたい半年間だったなと思います。うん、本当にありがたいなって思うね。女の人の声どうしてもあれなのかな。そうだから、3人中に1人をずっと固定っていうのはなかなか勇気がいるというか、グループとしてはねすごいことなのでありがたいです、本当。とりあえずね、まあ、1月に1回のラジオではあったんですけど、
よくしばらくはねたくさん寝たいと思います。そう、ずっと私固定は別に決まってなくて、その最初の出演の時にそんな喋るんですねみたいになって、それきっかけですね。まずはありがたいね。なんか楽しかった。最初は割と飛び道具というか先輩とやることが多かったんで、自分が勝手に喋らせてもらってたんですけど、後半どんどんなんかあの同期だったりね、後輩だったり年近い子とかもとやる風にどんどんなってって、自然と多分なんかいつの間にか回しの方になったりして、不思議な感じでした。そう、ディーコちゃんです。今日はディーコちゃんでした。私は人と喋るときと一人で喋ってるときも声のトーン違うしね、難しいね。ディーコちゃんです。楽しかったですよね。でもあんだけの、ね、広い地域で聞いてもらえるラジオってなかなかないし、そうラジコとはまた別でね、その地域であるから、やっぱありがてえ、嬉しい。そうで最後に選曲したのがもうシンセサリーっていうバイオレットエヴァーガーデンで、はい。今日の声はもう普通に喉絞って出てただけですよ。ほんとね、リーコちゃんですみたいな感じ出してました。言うて、でも低い声で行こうか悩んだんですけど、なんかエイコちゃんシーコちゃんあたりがすごい高い裏系の声でやってたので、私もそうしてみようと思って、かぶせに行ったらまあバレんでしょうと思って、かぶせに高い声で言ったら逆にバレるっていう、なんとも恥ずかしい感じになりましたね。恥ずかしかったわ。なんかバレないと思ったんですけどね。結構バレちゃった。低い声の方が自分声質変えれないので、そう、辛いでしょ。高い声どうなんだろう。でもキー的には高いのでます、全然。そう、裏行かなくても出るのでそれはありがたいかな。もうね、デュアは隠せないんですよ。無理、厳しい。うーってなっちゃう。難しい。低い声の方が分かりやすいんじゃないですかねと思ってますね。どうなんでしょう。あー、かま、あー、でも喋れる低い声って限界あるんで、やっぱ普通に歌で出る声と違うから。あー、かまたなつきです。こんな感じです。あー、あー、あー、これぐらいが多分限界低い声ですね。でも公演後とかはやっぱ喉開いてるんで、いつもよりなんか高い声も低い声も出ますよ。面白いなって思う、人間の体って。こんばんは、こんばんは。なんかアニメでさ、女の人がさ、少年というか男の人の声とか言うのすごいなって思います。うん、すごいよね。わからん。なんか低い声でこれ言ってみてありますか。コナン、そう、コナン少年だよね。わからん。だからそう、だからマキコさんみたいに関西弁で喋ったろうかなとか思ったんですけど、難しかったですね。大阪の関西弁余計わかんなくて、そう、大阪なんって感じで分かんなかったですね。難しい、大変ですね。てかみんなすごいなと思った。あんなになんかね、尊敬しますわ。シンジ君とかいいよね。ほんと唯一無二の。美里さんの声も好きだな。エヴァに乗りなさいって結局そういう話になっちゃう。ねえ、マキコさんはすごいね、ずっと苦しそうな顔しながらで心の準備してから喋ってました。なんか私たちズームのモニターで見てるんで、みんなの顔全員見ながら見てたんですけど、面白かったですね。いいですよね。
ソニキやぞーって低い声で、あれかな、芝生ぞーとか低い声で言ったら怖いんですかねどこに需要あるか知らんけど、そうサービスサービスかわいい。マキコさんと須田さん、あかりさんもやりそうだよね、ああいう怖い声、うーみたいな、あーみたいな、こうすごいなーって思います。うーん、ねえ、いや声優さんってすごいよね。いや、みんなの声も聞いてみたいな。でも低い声でなんか人に何か言うことってないからな、あんまり。てかなんか高い声は出す機会割と多いと思うんですけど、その歌とかでも聞いた高いやつとか、なかなか低い声をアイドルとして求められることってないんじゃないですか。すごいなんかいっぱい出る、なんだこれ。あ、自爆走って自爆走ってあ、わからん。でも歌ってる時に低い曲好きです。男の人の歌とかも歌えますよ。だから自分聴くのがそのなんて、日本のアーティストさんが星野源さんとか好きとかよく言ってますけど、とかだから結果声低いんですよね。うん、自爆走なんかちょっともうちょい拳入れてもいいんですけど、ちょっとガチそうで嫌ですね。それだけ拡散されたら私怖いわ、人間信じれなくなっちゃうわ。うんね、地声がちょっと抜けちゃうので、声ファッファしてるので、良くも悪くも。しばくぞ、じゃあキー変えていってたら分かりやすいのかな。地声ぐらいでしばくぞだと、しばくぞでつばくろうっていうつばくろうじゃないですよ。そう、一言でね、なんか言いやすいなって思ったのがしばくぞだったから、しばくぞって言ってるだけ。しばくぞ、しばくぞ、あ、しばくぞわからん。まあでもお芝居でやることがあったらね、やれたらいいなと思う。つば九郎に聞こえるのやばいな、ちょっと違うよ、つば九郎吉ペンさん。でもこぶやるのはあんまりね、そんな変なこと言いたくないのでやめときましょう。つば九郎を言えばいいのかな、つば九郎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 。あ、イントネーションで大阪じゃないよっていうの分かるんだね。へえ、つば九郎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 。でもこれぐらいで割と大丈夫とか喋ってます。 SKE48 の鎌田夏樹です。これぐらいが多分普段このなんかちょっとね、変にね、あのヘニョヘニョした喋り方なんですけど、ラジオとかは声固定して喋ってるんで、多分これぐらいのトーンで喋るようにはしてます。聞きやすいなって、ラジオ後で聞き直した時にこれぐらいの声が聞きやすいなと思って喋ってるかな、説明する時とかは。それかもう一個上、これでつば九郎、これぐらいかな、つば九郎、つば九郎、それでは聞いてくださいつば九郎みたいな感じになるが元気な時だと、それでは聞いてくださいつば九郎ってなる。そう、これぐらい、こっちのどっちかのトーンで喋るように基本してます。明るい時か普通に喋ってる時か、その顔が見えない状態でこの喋り方してるとすごいなんかヘラヘラして、なんか入ってこないんですよ、自分で聞いてて。聞き直した時になんか喋り方がイライラするなってなっちゃうので、なんかそのトーンどっちかにして喋るようにしてます。はい、オッケーオッ
は喋るようにしてます。一応伝わってるかわからんけどね、してます。え、いい声でつば九郎。それでは聞いてください、つば九郎。つば九郎、ずっとつば九郎言ってる。そう、なんか芝生とかみんなね、なんか点々になっちゃうのね、成人になっちゃうんだね。それもあって今つば九郎です。つば九郎って、ドアラはだってドアラじゃないですか。ドアラって、ドアラをいい声で言えばいいのかな。ドアラって可愛く言うのか、ドアラなのか、ドアラなのか。でも面白いですよね、そういう声の表現って。曲フリーズとかもなんか曲に合った言い方できたらいいなって思って言ってます。あいやみたいなのを言うのはドアラ、私なんかちょっといい話風ならドアラ、私。うーん、面白いよね。そう、なんかナレーションのお仕事好きでしたよ。うん、ドアラドアラドアラなのかドアラなのか、それもなんかドアラなのかドアラなのかで違うしね。お姉さんね、言ってましたね。そういうのも楽しいなと思いながらやってます。面白いよね、声。なんか顔見えないと声だけで印象も決まったりするので、私の声で皆さんどういう顔を最初連想するのかななんてラジオをやってた時は思ってました。うん、そう、なんか島次郎のちょっとだけ声優やらせてもらった時も、子供のっていうか妖精さんの役だったから、魔法使いみたいな、どういうことって思いながらやってましたけど、なんか今の方が上手にもうちょっとマシにできるかななんて思ったりしてます。うん、難しいね。すごい、皆さん大体配信からそのまま来てくれてるのかな、ありがたい。とっとっとと、あら、そう、中の人とか、なんかちょくちょくのね、謎にねお芝居やらせていただいたりもありがたいことにしてますので、またそういう機会があればいいななんて思いますね。ほんと難しいけどね、大変。うんね、でもアナウンサーさんの喋り方はアナウンサーさんの喋り方だし、まずイントネーションがすごい全部正しいし、すごいですよね、皆さんそれぞれ。声優さんで喋り方もなんか動画見てても喋り方声優さんだなって思ったりもするし、多分私みたいにこう抜ける喋り方する人ってあんまりいないから、声優さんってすごいなって思います。スッってなっちゃう。じゃないよね、本当だったらすごいなと思いますみたいな、ちゃんと全部置きに来るから、おーって思いながら聞いてます。いつも声ね、声いい人いいですよね、聞いてても見てても楽しいなって思いますね。でも多分今流行ってるというか、なんかめっちゃ人気今こそみたいな声優さんよりもうちょい前ぐらいが多分自分は声優さんを認識してる方が多いので、多分今めっちゃちょうど波が来てるぜみたいな人はあんま詳しくないかもしれない。うん、まあでもなんか、あ、このキャラクターとこのキャラクター一緒なんだみたいな驚きとかもあったりするので、エンドロールも見てて楽しいなと思いますよ。ほんと好き、そっちまで見ちゃう。あとアニメとか制作会社とか、ね、すごいよね。いやでも13周年めでたいですね。ありがてえありがてえ。私はね、もうあのこの前の公演出たのがあの13周年ウィークの自分の中での一個見せ場というかね、だったので、またトークショーもね5日にありますし、楽しみましょうね皆さんね。うん、楽しみだね。いやー、ということで突発的にやりましたが、そろそろおいとましたいと思いますね。まあ予告なしに言っちゃったんですけど、
この流れなら見てた人は来てくれるかななんてちょっと思いながら、もう立ち上がることもなく配信終わった、お疲れ様でした、そのままショールーム開きました今週末はね、あのトーク会とかもありますので、ま、あの余裕ありましたら皆さん来て、元気に来ていただければいいななんて思ったりもします。では今日はありがとうございました。リーコちゃんでした。こっちかな、どっちだろう。バイバーイ、おやすみ。私は今日はちょっともうね、早く寝て体内時計を戻したいと思います。昨日は7時8時ぐらいに仮眠をとって、朝も5時までラジオ牛だったので、ちょっとよくわかんない音になってるので、そう寝ます。その前に気風があって4時起きだったので、ちょっと本当によくわからないスケジュールで今起きてるので、4時に起きて7時に寝て、ね、また11時12時ぐらいに起きて今度7時に寝てみたいな、よくわかんない生活をしてますので、あの健康的な生活に戻ろうと思います。皆さんもあのよかったらラジコで、NN エンタメ NN ゼロで聞いてみてください。じゃあね、バイ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 、おやすみなさい。ありがとうございました。突然でしたがいっぱい出ます。